午前2時は、JYP エンターテインメントに所属する韓国の男性アイドルグループ。メンバーは、ジョグオン、イムスロン、チョインジヌン、イチャンミンの4人で構成される。2008年7月11日に、でデビュー。平気期間中だったチャンミンを除く3人は、ネットの新人育成 TV 番組、熱血男児に出演。 ジャイプ練習生の新グループ結成までの過酷なトレーニングなどが放送され注目された。熱血男児の合格者は10人で、それぞれ歌唱力中心の午前2時とダンスパフォーマンス中心の午後2時に分かれてチームが結成された。番組最後の投票で、ジヌイは脱落していたが、合格者の一人が JYP を辞めたため午前2時に入った。 そこに兵役を終えたチャンミンも加入し、現在の4人のメンバーに至る。デビュー曲は2008年7月11日に KBS の音楽番組ミュージックバンクで初めて披露された。グループ名の午前2時は1日に起こった多くの感情と感覚を振り返る時間である深夜2時にちなんでいる。その時に感じた多様な感情を入れた。 音楽活動を広げていけとの意味でプロデューサーである、パクジニョンが直接付けた名前である。2012年1月11日に、ネバーレッドユー・ゴーから死んでも話さないで、日本デビューを果たし、オリコンシングル週間チャートで3位となった。ネバーレッドユー・ゴーから死んでも話さないや、電話に出ない君に、君も、僕のようになど数々のヒット曲を生み出し、韓国を代表する。 バラードグループとして位置づけた。2014年10月にリリースしたサードフルアルバム、レッツトーク以来、メンバーの事務所遺跡に伴い、グループ活動ではなく個人活動が中心となっていった。2021年11月1日、約7年ぶりに完全体でカムバック。ニューアルバム、バラード 21FW をリリース。 シングルミニアルバムアルバムデジタルシングル OST シングルアルバム。ありがとうございます。